こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。1977年に発売された Apple II。Apple コンピューターの屋台骨を築いたと言われている8ビットコンピューターです。今日ね、こういうふうに現物も持ってきてますけど、これは厳密にはそのマイナーチェンジ版の Apple IIe ですけれども、今日はこれを作っていきます。初期の米国のマイコン御三家、トリニティなどとも言ったりしますけれども、1977年6月に Apple II、 1977年8月に TRS-80、 1977年10月にコモドールペット2001、ついでに、初期の家庭用ゲーム機の代表的な製品であるアタリ2600も1977年9月に発売されています。つまり1977年にコンピューターというものが一挙に人々にとって身近なものになっていった。アップルという会社は1976年に創業して、アップル1という製品を発売するんですけど、誰でも電源を入れてすぐに使える製品ではなかった。プラスチックの筐体に入ったホームコンピューターとして発売されたのが今日作るアップル2です。それまで大学や企業の研究室、大型の計算センターでしかできなかったコンピューターを使うということが、自宅にいながら自由にできる。価格も何千万円何億円としたものが一桁どころか二桁下がった。特別な人でなくても何かを起こすことができる。そういうチャンスが与えられる。それがマイクロコンピューター革命と言われるものだったわけです。それを体現したマシンの代表的な存在と言えます。私が初めて買ったパソコンはこれの後継機の Apple IIc ですけど、 Apple II シリーズのすごいのは、なんといってもこの1980年代の段階でもうあらゆるソフトウェアがあったと言っても過言ではない。ゲームやプログラミングはもちろんですけど、音楽やお絵描き、アニメーション、拡張カードを入れてロボティクスだったり、喋れるようになったり、表計算などビジネスソフトやパソ2のソフトにすることもできた。ある時角川書店から分厚い Apple II のソフトウェアカタログなんかも発売されて、ソフトウェアのコンテンツ的な価値を捉えているんだなと思いました。ハードウェアやソフトウェアの仕様が共有され、互換機なんかも次々に登場して、この1台のコンピューターではなく、これによって作られるプラットフォーム全体に大きな意味があった。ということで、できました。本体のカラーに関しては再現性に限界があるんですが、キーボード部分の斜めにスロープした感じなんかもできたかなと思います。ちなみに CPU は MOSTEC の6502、ファミコンと同じものが使われていました。アップルは1980年にこのアップル2の成功をもとに株式公開します。当時は1956年のフォードと比較されました。こういった面でもその後のネットやデジタルの世界のこれからを予見させた象徴的なマシンといえます。来週も作ります。見てください。